はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。今回は夢幻のごとく続きをプレイしていきたいと思います。信長が本能寺の変を生きていたらという、まあ、仮想のスーパーファミコンの RPG のゲームになります。でこの教会の前で獅子王という剣を抜いて、中で天海とカブラル2連戦だったんですけども、これが全く勝ち目がなかったのでレベルを少し上げてきました。まあ、ただそれでもまだ不安がある状態なので、今回はですね、一旦この町から出て町の外にある洞窟にですね、防具があるらしいので、その防具をちょっと取っていきたいと思います。入りましょう。では早速防具を探しに行きましょう。あの辺とかに見えてる宝箱とかもあっさり入ってるかもしれないですね。では探索していきまーす。お、藍染め冥王鎧を手に入れましたね。これを探してました。ちょっと装備してみましょう。437、だいぶ上がるな。攻撃力が少し落ちますけど防御力が飛躍的に上がるので、こっちを装備しましょう。これで戦えるかな。信長は夢を見た天海の夢、やはり生きておったか。いや、ここで戦闘になるのか。回復してから戦いたかったな。ちょっとこれは回復してまた戻ってきます。寺の中に入っても、淡路島の寺の中に入っても、幻の天海と戦、妖天海かな、まあいずれにしても怪しげな天海と戦闘になるのは確認していたんですけど、宿屋に泊まっても同じ展開になるんですね。これは完全に迂闊でした。なので一度本州に戻って安全な宿で回復してからあの天海にまた再戦を挑みましょう。で、天海を倒した後のカブラル戦、これがかなりきついので、いかに天海戦を余力を残して、まあ、突破できるかですね。まあ、宿じゃなくてこっちの教会の中で天海と戦いましょう。ようやく信長カブラルの本拠地にたどり着いた。闇のキリスト像なる魔教会である。同じ奴が現れるはず。ん？陽天界、ちょっと違うな。さっきのは魔天界でしたよね。まあ、いずれにしても倒そうか。行く！陽天界を倒す。いや、ちょっと待ってね。陽天界の前に、やっぱりあっちの幻の天界が先だよね。なのでごめんなさい。ちょっとまた戻っていきます。では、改めて宿に来ました。まずは幻の天界戦ですね。信長が夢見た天海の夢を、やはり生きておったが、まずはここで確実にこっちの天海を倒す。信長、その恐れがわしを生き返らせたのじゃ、死ねいと言ってきましたが、まあ、ここは無難に防御力を固めて、それから決戦に挑みましょう。まあやっぱり竜玉がですね、一番体力ないので優先的にね、回復をしていきましょう。みんな呪い受けたな。回復していかなきゃいけないですね。まあ、一旦通常攻撃当てて、で、どうしようかな。回復呪詛していくしかないですね。全員回復呪詛してからだな。で、セーベーも、全力でいきましょう。で、全力攻撃が終わったら回復あるいは防御役に回ってもらいましょうか。ちなみにですね、もうみんな心力眼、まあ、気力を回復するアイテムですね、これをかき集めてたらふく持ってきました。なので、この後も、長期戦で気力を大量に使ったとしても、それでカバーしていこうと
まあ、そういう作戦ですね。また来たよ、呪殺。この全体攻撃がね、結構痛いんだよね。一旦しょうがない。まあ、回復しましょう。体力ない人が。死ぬと。そこで一気に。こちらもね、その、敵の攻撃を受ける受け役が一人減るだけで、だいぶきつくはなるので、できるだけ死人を出さないように進めていきたいっていうのがありますからね。では、このまま進めていきまーす。やっと倒した。この呪いがきついですね。全体攻撃の呪い。まあ、ここでレベルがみんな上がってくれて、ちょっとでも次の陽天界とカブラル戦に生きてくれればいいかな。イベント的なものがあって、何か武器とかね、あればいいんですけどね。魔境界でまた会おう。確かに戦った感触があった。まあ、レベルが上がりましたからね。ここでまた寝るのはちょっと嫌なので、一旦、本土に戻りましょう。では改めて魔教会に来ました。これで陽天界、カブラルと2連戦戦っていきましょう。信長よくぞ参った。だがカブラル様の力にはかなうまい。わしもこうして魔の力で復活したわ。まあ、この天界戦で、どんだけ余力残せるかっていうのすごく重要ですからね。まあ、術に対する耐性を上げて、で、あとは、おのおの、というかまあ、それぞれ一回ずつは防御力アップ、個々にやって、で、さらに、防御力アップ、全体の防御力アップですね。これで、一旦、防御力を固めましょう。これでね、どこまで、耐えられるか戦えるか、余力を残して勝利できるかっていうのをね、見ていきましょうか。で、生命は、この後はアタッカーになります。進撃眼はもう、持てる分全部持ってきたと言ってもいいぐらい持ってきましたからね。で、あとは、これで攻撃力がアップするので、攻撃力も上げておきます。では、進めていきまーす。倒しましたね。ある程度余力を残して倒しました。陽天界撃破6500の経験値。信長が武勇が上がって防御力9、これは大きいな。防御力8、これも大きいですね。防御力2か。竜玉が2つぐらいレベルが上がってほしいけど、上がってくれた。よし、これでまたね、カブラル戦に弾みがついたというものですね。ほう、よく勝てたものだな。信長、天界の体返してやる。カブラルの声が境界を揺るがす。だが信長、ここからは生きて返さん。声とともに、あたりの景色が一変した。ついにカブラルが現れた。カブラルか。カブラル戦。カブラル。ここは闇の世界。光も届かぬ魔の空間だ。うわはは、死ねい。カブラル、まずですね、どうやらここで、アイテムを使う必要があるらしいんですけど、持ってきてるはず。時の石がない。本当か？時の石。
こいつが持ってないっていうだけの話だよね。なので一旦防御しましょう。時の石、誰が持ってる？こいつも持ってない。時の石を持ってない。持ってないなら防御だ。邪道、229とか言って。すーげー持っていくな。時の石持ってた。使うぞ。時を超えて闇の世界へ連れ去られた信長は時の石の力で再び現実の世界へ戻った。これでカブラルとまともに戦えるみたいですね。戻った。カブラル、こっからが勝負だ。まずは、薬種で確実に信長を回復一回しちゃおう。手っ取り早くね。悪魔召喚。なんかちょっと怖そうな技ですね。先に、呪い耐性が出る。で、あとはここに防御力アップ入れておきましょう。これで、カブラルとまともに戦える状態に、一刻も早く持っていくっていうのが重要ですからね。信長も自分で薬種を飲んで、竜玉は一旦、全員の防御力アップしておきましょう。竜玉一撃死だけは避けたいですからね。いや、本当にね、強力なんですよね、敵がね。これで、みんな200以上、保った状態になったかな。よし、これでいこう。では、本格的に攻撃へと移っていきます。12神将。これ1000超えると思うんで、ダメージが。1600でかいで。信長は十文字切り。385。期待よりかはちょっと少ないかな。もうちょっと欲しかったですよね、攻撃力ね。なので、攻撃力アップを一回使って、こっからです。倒しましたね。時の石を使った効果で今回は死者を出すことなく倒せました。7500の経験値。まあレベルを上げておいたのも良かったかなと思います。まあある程度本当にね、余力を持って、陽天界を倒してカブラル戦に挑めたというのも、勝因の一つかなと思います。信長まだ死なん、死なんぞ。カブラルの姿はまばゆい光とともに消え去った。これは、カブラルもう一回やりそうですね。信長の乗った船は大阪を目指していたということで、今回は幻展開、陽展開、カブラル戦と、ボス3連戦をお届けしました。いい時間になりましたので、一旦今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、おそらくクライマックスが近いと思うので、その様子を次回プレイしていきたいと思います。